ちだって物事は何の前触れもなく突然起こり、突然過ぎ去っていく。何それ。夜、家に帰ったらいたんだよ。どうするんですか。話してること分かるの。行きたいよ、俺行きたいよって言ってます。なんかうまく言えないけど意外と優しいね。でもな、生きたまま潰されてないんだぞ。じゃあまた。すごい風。人生はいつだって平等に不条理だ。私たちはただ